はい、おごまんちはルカでございます。さてやってみましょう。第12話。とりあえず、守備力をするには、スプリント、ちょっと1回戦、はい、いきますよ。日本選手権大会1回戦、相手は、極楽ガス。なんか独特しいな。行くでいけす。けっ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 つって、さあ俺たちも行くぞ。さあ行くぞ。みんな油断するなよ。そうだ、油断するな。ガスまかれるかもしれない。よし、絶対勝つ。いずれも勝つ。何が何でも勝つ。そうだ、行くぞ。お、音楽が止まったってことは、これは甲子園と同じだ。なるほどね。こんな感じで行くんだ、この曲で。いいじゃない。ちょっとやっぱ出るね。社会人の応援っていいですよね。応援歌って俺好きです、本当に。その企業ごとに違うじゃないですか、雰囲気というか。だから僕は好きですね。最高か。これも強振で行くべきなのかな。もう負け、点数がやばいな、これ。まあ、頑張るよ、でも。だー、マジか、進化、いい進化持ってる。だーい、ファール、危ない。大阪ドーム、なぜ。おう。これ、ミートで行こうかな。ボール、入ってきた、バカ。マジか。森くん。森さん頼みます。うわー、マジか。ちょっと打ちづらいな、これ。うわー、おー、正面。くそ。頼むよ。さあ、黒田さん。お願い。うわー、おー。はい、おつけおつけ。大丈夫。俺なら打てる。間違いないとボールだった。やばいな、ちょっと。ちゃんと。これだ！シンカーかよ。西崎って、待って、マジか、こんなシンカー持ってんだ、やばいな。最高。いやー、もう川崎さんお願いしますよ。俺待って。俺この曲のがいい。なんで敵この曲なの？なんだっけ、この曲は。そしたら狙い撃ちだったっけな？よっしゃ、オッケー。よしよしよし。やっぱ雰囲気違うね。頼むよ。おっと、押さえたか。どこだ、誰が来る、誰なの。おお、勝手に取ってくれた。危ねえ。今分かんなかった。今なんかカーソルがなかったからさ、落ちるバグかな。まあいいや、取れたのよかった。でーいと、おおおお、カーソル出ないね。なんで、俺設定変えてないけどな。ちょっと待ってね。どう言ってみんだこれ。ないわ。コントローラーかな。違うね。ダメか。わかんねえ。なんで消えたんだろうね。もうそういう設定なのかな。もう変えちゃい、ダメ、ダメだよ。カーソルないと。何をバカなことしてんだ、この人たちは。いや。いくらなんでもカーソルないとわかんねえよ。なんですか、ちょっと難易度的なこと？決勝は見せないよ、みたいな。それ無理だよ。それは、もう、無理。言い訳とか以前に、これは腕ねえ。それは取れねえんだもん、フライが。ゴロだったら100歩打つって。100歩ゴロさせよ、ゴロ。低め。なんで打ち上げるんだ、だから取れないんだよー。だ、何やってんだ。これ終わったな。これ悪夢だよ、こんなの。ピッチャー変えるか。ちょっと、かわいさすぎる、彼が。川崎さんが。これ以上、高木さんお願いします。初めて使うな。変化球見てなかったけど大丈夫か。よっしゃ。ゴロだったらなんとか処理できるんだけどね。ちょっと厳しいわ、これ。フライがだって分かんないね、もうどこ落ちるか。うわ。さあ、頼むよ。そう、なんで正面。ちくしょう。打てねー。そう、松本さん指名打者なんでしょう。頑張って。初めて見るな。そんなことないか。まあ頼んだよ、でも。うわ、だから進化。これ強っ。強いし、どこ来るか分かんないの。まあそうなんだけど、実際。うわ、山張るべきかな、これはもう。山張ってこう。外に来ると見た。ここら辺。
そっちかよ。あ、ボールじゃねえか、しかも。慌てちゃいけないな。もう一回外。またボールじゃねえかよ。振らない。よし、次の球も振らない。いや、ダメだ。2ストライクだから、ストライク来たら振る。お、おー、結果、オーライで、おー、なんだよ。嘘。ちょっと待って、これ、ノーカットで負けるところを打つためになっちゃうぞ、これ。いいけど、それはそれで。だあ、バカ、なんで抜ける?くそ。あー、惜しかった、今。はい、カーブ。フライ、誰か、取れ、どれが、取れ、ああ、危ない、危ない。わかんないわ。カーソルない人、こんだけ辛いと思わなかった。かといって、これ、設定で、あれができないからね。うお、おう、今、まあ、いいや。なんだろう、守備オートとかしたいけどね、俺正直。でもできないんだよね、なんかないからさ、やっぱりキャプテンだからっていう理由で。よいしょ、ゲッツ、よっしゃ。そうなんだよ、これぐらいの守備ができたらいいんだけど、フライ打たせなきゃいいんだよ、最悪。最高、柴田。いいよ、上位打線。真ん中低め、あ、ボール。こいつシンカーめっちゃ投げてくんな。いたな、なんか昔そういう選手、確か俺はまだ生まれて、ん、生まれてた頃か、覚えてない、いつだっけ、なんかいたよね、なんか西武に椅子だきって、すげえなんかシンカーがすごいやつがいた記憶がある、俺には。そいつの、そいつをもじってんのか、ジャイアね、なんかジャイアントだってこんな強い選手そうそういないもんだって、まあ、設定が強いんだか知らんけど。ああ、終わっちゃったよ、もう。これノーカットだな、時間的にも。勝てないよ。あ、でもわかんない。もしかしたら、の、キッ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 、大したことなかったでゲース。負けてしまった。俺たちは全力で戦ったのに。いや、だから、まずカーソルがないのはおかしいし、しょっぱなからもう5点差はえぐいわ。試合に負けてしまったけど、まあ、評価は上がったんなら、月は流れ、ドラフトの日。おっと、ドラフトか。それじゃ、ちょっと、それはじゃあ次パート行こうか。危ない危ない危ない。あ、もうドラフト?いや、最後の年だったんだ。はい、ということで、次回最終回という形にさせていただきたいと思います。それじゃあね。